じゃじゃん、今日はシール、そしてこっちもシールね。そして何をするかといったら、この100円玉、100円玉にじゃあアンパンマンの顔のシールを貼るか。よく見てよ、アンパンマンの顔のシールを貼るよ。ちょっとほら、かわいいコインになったね。そしてこっちの100円玉、これにもシール貼ろうかな。じゃあこれはじゃあバイキンマンの、このシール、これを貼っちゃうよ。これをペタペタっと貼ります。はい、できました。こんな感じ、かわいいシールの完成です。そして今日はなんとみんなのびっくりする手品をやっちゃうよ。どんな手品か楽しみにしててね。お待たせしました。まずは、ここにね、こういうね、金属の蓋があるんだよね。ほら、中身は何も入ってないんだけど、こういう蓋があって、こういう輪っか、ね、種も仕掛けもない輪っかがあります。で、ここに100円玉が全部で 1,2,3,4,5 枚ある。で、アンパンマンが一番上。こんな感じ。で、この100円玉が全部積んであって、ここに、この蓋をします。よく見ててね。動画の編集はしてないから本当に起きてるんだよ、手品だからね。ワン、ツー、スリー、チチンプイプイのプイ。見ててね、いくよ、持ち上げるよ。はい、なくなりました。どこ行ったんでしょうね。見てみて。はい、空っぽだよ。ね。そして、ここにもない。もちろん、ここもない。こんな感じ。ね。あるのは、輪っかと、蓋だけ。じゃあ、これから行くよ。じゃあ、今度は、この輪っかを、輪っかにこうやってはめるのね。で、まあ、何もないんだけど、これを、見ててね。ワン、ツー、スリー。何が出てきた？ほら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 、見て。さっきのアンパンマン、出てきたね。もちろんこちらには、種も仕掛けもありません。ほら。ね、もう一回やってみようかな。じゃあ次アンパンマンいくよ。アンパンマンをもう一度、蓋でかぶせて。ワン、ツー、スリー。もうないです。見てください。何もないです。ね。じゃあ、どこへ行ったのって言ったら、今度はこっちの蓋がこっちに来て、行くよ。ワン、ツー、まだ何もないよ。はい、行くよ。よく見ててね。ワン、ツー、スリー。何もないね。あら。ワン、ツー、一緒に、スリー。どうどうどう。出てきたよ。100円玉が5枚。出てきたよ。そして一番上は、なんとアンパンマンがバイキンマンに変わっちゃってるね。はい。この中は、もちろん、何もありません。こんな感じです。はい、手品でした。みんな楽しかったかな。また他の動画も見て楽しんでね。動画は楽しかったかな。次の動画がすぐに見れるようにチャンネル登録しておいてね。また上のハテナのところに楽しい動画が隠れてるよ。探してみてね。スマートフォンやタブレットの方は下の説明欄からどうぞ。またグッド評価の方もお願いします。